みなさん、こんばんは。作家でヨガ講師の加工です。今日東京は午後から強い雨が降って、風もね、すごくて傘がさせないくらいでした。今日ですね、髪を切ってきました。昨年の6月以来髪を切ってなかったので、まだまあベリーショートにしてた頃よりは長いんですけれども、まあ、せっかくね伸びちゃったので、しばらく伸ばしていこうかなというふうに思っています。なんか夫にはね、落ち武者みたいだって今まで言われていて、今日ねちょっとやっぱり美容院で髪整えてきたので、少しはマシになったのではないでしょうか。はい、昨日ですね、クラブハウスでルームを作ってみました。腸は免疫力の最前線というテーマで参加いただいた方たちと楽しくおしゃべりをしてみました。クラブハウスやってる方ね、またルームも開いていきますので、ぜひいらしてください。そして3月の6日 Zoom を利用して、オンラインで、ヨガの幸せに生きる知恵というのをね、みんなで気軽に話していきたいと思います。私がヨガの幸せに生きる知恵という本を2016年ですかね、もう5年前になってしまうんですけど、執筆して出版しております。その本と、あとヘルマン・ヘッセのシッタルタ、すごくヘルマン・ヘッセのシッタルタすごくいいですよ。まあブッダを思わせる人が主人公で、そのね、悟りを開くまでのこう人生が書かれてます。まあ人は自分がやりたいことをやってからじゃないとこう悟りを開けないのかなっていうふうに思ったりね、現世の欲から離れられないのかなっていうふうに、もうそのヘルマン・ヘッセのシッタルタを読んで感じました。そして聞くこと、感じること大切なのかなっていうふうに思います。さあ、呼吸調整、瞑想行っていきましょう。呼吸法をねやると、こう内臓をね動かしていきますから、まあ腸の中でね、ウイルスをやっつけるフローラル細菌っていうのがあるんですけども、腸をね動かしていくことでこう活性化させますし、あと自律神経もね整えていきますので、呼吸法と瞑想やっていきます。ご一緒にやって夜ぐっすり眠ってみてください。その前にちょっと肩凝ってる方がいらっしゃるかもしれないので、はい、肩と耳をぐっと引き寄せて吐いてストン。はい、もう一度息を吸って、肩と耳引き寄せて吐いてストン。はい、吸って肩と耳引き寄せて、肩甲骨と肩甲骨一度くるんと寄せます。はい、少しもう少し肩周りほぐしましょうか。頭の上で合掌して、はい、手を裏返します。はい、ぐーっと伸びてみましょう。伸びて伸びて伸びて、さあ体少し倒しましょうか。右の体側伸ばします。はい、吸って真ん中に戻して、吐いて、さあ右側に体倒します。左の体側伸ばします。はい、吸って、はい、ぐーっと引き上げて、息を吐きながらゆっくり体側に下ろしましょう。はい、それでは私は椅子の上に座っているので、お膝、太ももの上、もし安楽座、かかととかかとをおへその真ん中に座ってらっしゃる方いたら、お膝の上です。親指、人差し指、輪っかを作ります。3本の指は伸ばします。顎は軽く引きます。まぶたは優しく閉じていきましょう。夜なので、完全呼吸とアヌローマ・ビローマ、そして1分間の瞑想をしていきます。まぶたを閉じましょう。さあ、鼻から大きく息を吸い込みます。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸いましょう。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。その薄いお腹のまま、胸に新鮮な空気を取り込みます。胸を大きく広げます。
鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま今度は胸の上、鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背骨が空に向かって長く伸びていきます。鼻から細く長く吐いていきます。吐き切ります。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道、スシュムナという大きな神経回路が出来上がりました。体の中のエネルギーの巡りが良くなります。腹式呼吸に戻りましょう。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸いましょう。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。大きく息を吸いましょう。呼吸器が内臓をマッサージしてくれています。鼻から細く長く吐いていきます。さあ、ゆったり呼吸を繰り返します。腸でリラックスホルモン、セロトニン、快楽ホルモンとも言われますが、腸で7割作られていきます。深い呼吸で深いリラックス感じていきましょう。このまま1分間瞑想していきましょう。呼吸は止めずにゆったり行います。それでは吸う息でゆっくりまぶたを開けていきましょう。どうでしょうか。1分間ですけれども、心が静まりましたでしょうか。それでは副交感神経を優位にするアヌローマビローマ3セットを行ってから、また1分間瞑想していきたいと思います。はい、それでは左の手がチムドラになります。右の手、人差し指、中指折り曲げて、右の小鼻に親指当てます。眉間に意識を向けます。さあ、左から4個間息を吸い続けます。薬指を閉じて息を止めます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 親指外します。右から8個間吐きます。右から4個間息を吸います。親指閉じて息を止めます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 薬指外します。
左から8個間吐きます。左から4個間息を吸います。薬指を閉じます。息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外します。右から8個間吐きます。右から4個間息を吸います。親指閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、薬指外して左から8個間吐きます。左から4個間息を吸います。薬指を閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、親指外します。右から8個間吐きます。右から4個間息を吸います。親指閉じて息を止めます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、薬指外して左から8個間吐きます。吐き切ったら右の手外します。さあそのまま1分間瞑想していきましょう。呼吸は止めずにゆったり行います。それでは胸元で合掌しましょう。あなたの夢が叶いますように。あなたが明日一日笑顔でいられますように。あなたとあなたの周りの人がみんな幸せになりますように。吸う息でゆっくりまぶたを開けます。どうでしょうか。気持ちが静かになりましたでしょうか。あ、伊藤さん、ご視聴ありがとうございます。それでは今日はこれでおやすみなさい。さようなら。